どうぞ。かわいらしい皆さん、かわいいかね、ありがとうございます。丸めんだとね、めんこい、めごい、めごい、かわいいか、めごい、ありがとうございます。はい、さあこのかわいらしい皆さんにも応援団として今日は来ていただきました。さて青森市では今年農林水産品をもっと県外へ販売していこうということで、キャッチフレーズとロゴマークを一新しました。その名もじゃん、幸たっぷりと青森市なんです。で GMU の皆さんはこの PR も一緒にしてくださるんですよね。そうなんです。青森市には八甲田や陸奥湾といった雄大な自然があって、海、山、里の幸に恵まれていて、とっても美味しい町なんです。海の幸では新鮮なホタテ、マダイ、ナマコがあるんですよ。福浦さん、海産物は懐かしいんじゃないですか。うん、だ、まあふるさとの味っていうのもあるんですけど、はい、やっぱり抜群に美味しいね。美味しいですね。美味しいです。美味しいですね。山の幸、里の幸では美味しいリンゴとかお米、青森カシスなんかがあるんです。リンゴは随分前から有名だったんですけど、お米やカシスも最近では頑張っているんですよ。本当にお米美味しいですね。はい、ぜひ ね、はい、ね、魅力的なものがちょっと増えてきましたね。本当に。そうですよね。本当にも美味しいものが盛りだくさんなんですけれども、まあ、こういった形で青森市は先ほど挨拶をさせていただきました小野寺市長のもと、市民みんなでスクラムを組んで、立花さん頑張ってるんですよね。はい、そうなんですよ。青森市には今話したような自然からの恵みである海の幸、山の幸、里の幸がたくさんあるんですよ。当たり前のように感じていた自然の恵みと一緒に盛り上がっていけたらいいなって思います。まあ、だからこそ青森市が全国に向けて掲げているキャッチフレーズが、皆さんせーの、幸たっぷりと青森市です。はい、ね、可愛らしい声で皆さん揃えて言っていただきました。幸たっぷりと青森市なんですね。でせっかくですから、青森の安全安心の農林水産品を一緒に盛り上げるために結成されました GMU の皆さんに、今日はお一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。はい、青森りんご押しまくり GMU リーダー森野真凛です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、いちごが大好き GMU 2期生フルーツガールの渋谷奈子です。担当食材は青森市の甘いトマトです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、青森市のおいしいお米をいっぱい食べてこんなに大きく分かりました。りんご農家生まれ青森前育ちの田中朱里です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、青森魅力野菜プロジェクト、愛称は青ベージ GMU2 期生国際ガールアーニャこと立花アンナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、鈴山紫苑です。自己紹介します。ワン、ツー、スリー、フォー。東北産カシスは希少です。そのうち9割青森市。はい、 GMU2.5 期生青森カシス担当してます、鈴山紫苑です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、 GMU4 期生食べることが大好きな川田真理香です。私の担当食材は八甲田和牛です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ありがとうございました。ちなみに、はい、福浦さん、そして玉木さん、はい、紫色の鈴山さんの頭の髪飾り、
何か分かりますか？会場の皆さんも分かりますか？分かりますか？あ、ブルブルビルじゃない。違います。カシス。そうです。カシス。そうなんです。わあ、美味しそう。かわいい。私のお母さんが手作りしてくれたアクセサリーで、カシス担当なので、今日はぜひ皆さんに知ってもらおうと思ってつけてきました。かわいい。かわいらしいですよね。お母さんが一生懸命作ってくださったということで、はい、家族みんなでも青森を応援しているということですよね。そうです。さあ今日はもう本当に朝から大勢の人が東京ドームに来てくださっています、はい、このお越しの皆さんにも皆さんからおすすめしたい青森の食べ物たくさんあるんですよね。そうなんですよ。でも、もういろいろありすぎて困っちゃうんですよね、うんうん、はい、そしてもうすごい、もう本当は青森市に来て地元で楽しんでほしいんですけど、はい、ここ東京ドームでも、うん、もうすっごい楽しめますよね、はい、そうなんですよね、はい、皆さんから見て右手側の方にある都市大祭典の中で青森市のブースがあるんですけど、はい、そこですごい美味しい食べ物食べれるので、はい、ぜひ会場の皆さん行ってみてください。福原、はい、さん、よければ後で私たち自由ミュート一緒に都市大祭典行きましょう。行く、間違いない。やったー、ありがとうございます。じゃあ皆さんで行きましょう。会場の皆さんもぜひ足をお運びください。それでは自由ミューの皆さんに地元だからこそ知っている素敵な魅力を紹介していただきました。どうぞ会場の皆様、今一度 GMU の皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。